鉄砲玩具とは、鉄砲を模して作られた遊び道具。鉄砲の形状をしているだけのものから、弾丸を発射できるのみならず銃声が鳴るものや火薬を搭載したものまである。素材は竹、木、セルロイド、ゴム、ベークライト、プラスチックなど多岐にわたる。おもちゃの銃を持つ、女性鉄砲玩具の製造が始まったのは、江戸時代中期以降である。 江戸時代の鉄砲玩具は多くが竹製であった。筒の中に紙で作ったつぶてや杉の芽などを入れ、勢いをつけて押し出し、弾丸として発射する構造の鉄砲玩具が製作され、山吹の隋を用いる山吹鉄砲を、神玉を用いる神玉鉄砲を、竹弓で豆を弾き出す豆鉄砲などがあった。豆鉄砲は明治時代初期に 子供たちの間に広く浸透した。ポンポン鉄砲明治時代、大正時代になると、木製、金属製の鉄砲が主流を占めるようになる。木製の鉄砲玩具としては、銃の形だけを模した、大銃、コルク線を糸紐で、木筒の中の芯棒に結びつけ、芯棒を押して発射する、ポンポン鉄砲などがあった。ポンポン鉄砲は、箱根や大財布など、 木製玩具産地で製造され、土産物として子供たちに買われ、愛用された。また、山梨県南駒郡早川町の集落では、男子が生まれた家に祝福のために、ぬるでや霧で作った木製の鉄砲玩具を贈与する風習があった。1887年には、村田恒義が発明した村田銃が玩具化され、日清戦争前後には、 スプリングが内蔵されたコロップ銃、引き金を引くたびに弾丸が発射される、連発銃、芋の製の芋のピストル、中折れ炭銃、針金在庫の小型の鉄砲玩具である、針金ピストルなどが登場、日露戦争後には空気銃が作られるようになった。これらの品は露店や玩具店で売られ、日露戦争の後の風潮もあって射的が、 流行していたことも、相まって、少年たちに愛用された。明治後期になると、緻密な作りの鉄砲玩具が登場する。紙の火薬を鉄板との摩擦で発火させて射撃する、発火銃、引き金がなく、パイプの横側にある溝を操作して発射する、引っ掛け銃、筒から抜くことで、サーベルになる、サーベル銃など、さらに構造に工夫が凝らされるようになる。 1907年には、大阪で100連発式の鉄砲玩具が製作された。大正時代に入ると、西部劇の映画が流行したことを反映して、西部劇のガンマンたちが使用した銃を模した、カウボーイ銃が登場した。他にも、バネの仕掛けによって、引き金を引くたびに銃声が鳴る、無限銃声装置や、銃口部分に設置された、発火石を、 ヤスリ板と摩擦させて作動する発火装置を組み込んだものが考案された。関東大震災後には弾丸が的に付着する仕組みになっている水き銃が登場した。大正時代に製作された鉄砲玩具の多くは基本としてスプリングを内蔵していた。昭和時代に入ると中折れ二連銃などの鉄砲玩具が登場したが、それらの多くは明治。 大正時代の鉄砲玩具の構造を引き継ぎ、にわかに応用、発展させたものに止まり、新型の鉄砲玩具は登場しなかった。これについては、新式の銃が軍に採用されなかったことが背景にあると考えられる。昭和期の鉄砲玩具は、軍国主義を商用する風潮が反映され、発火装置、銃声機能が搭載された鉄砲玩具が人気を博した。 日本のおもちゃの重修戦後になっても、鉄砲玩具の人気は推微することはなかったが、1951年から1952年の戦争玩具追放運動や少年犯罪防止の観点からの規制など、戦後の風潮によって抑圧を受けた。それでも、なお、西部劇やスパイ映画の人気の影響もあって、世界の様々な銃器を模した玩具が作られた。 技術面でも洗練され、実物に近い印象を見せるものが作られる傾向が見られた。1965年には、21インチ、ダブルバレルガン、21インチ、スモーキングオートマチックキャップライフルが、財団法人日本輸出ガング登録協会の金賞、銀賞を受賞した。強度ガング辞典、211ページ日本、人形ガング辞典、 291ページ日本、人形玩具辞典、292ページ日本、人形玩具辞典、293ページ日本、人形玩具辞典、294項。ありがとうございます。